きげんよう、ここ大野でございます。はい、今回はですね、ちょっとミニカー動画ね、開封動画開きましたけれども、今回は、予告通りというか、フェラーリのディーノが来て、テッサロッサが来て、 F40 ですね、 F40 いきます。はい、こちらはね、やっぱりちゃんとフェラーリのライセンスがねしてます。おでね、ここ書いてますね、エンジンルームが見えるみたいですね。ちょっと期待大ですね。これはね、購入してから開けてないです。はい、開封してないですね。前の2つはね、開封してたんですが、こちらはオーナーまだ開封してませんでした。なので、今回、開封します。はい、ね、行ってみましょう。開封してみましょう。よいしょ。普通箱の下どういう風にみんな開けてるのかな。なんか画期的な開け方とかあるのかな。やっぱ皆さんこういう開け方でいくのかな、ね、バリバリって破る人はねそんなにいないとは思うんですけどね。よいしょ。はい、いつもの、まあ、トミカの伝統のね、クッション材の代わりにね、ビニールに入っているというやり方でございます。はい、で、よいしょ、出てきました。うわー、エンジンが見えてますね。本物はここは透明なの、本物も。いや、そんなことないですよね、エンジンルーム熱くなるからね。これはプラモデルじゃない、ミニカーだからわざとこうやってんのかな。お、開きますね、開きますね。まあね、正月で開けましておめでとうございますということでね、開けましてですよ。よし、ということで2倍にドン。あら、2倍にかんよ。2倍にドン。はい、行きました。はい、ちょっともう上から行っちゃいましょうね。うん、まあ、他のフェラーリに比べるとここのね、形状はそんなにグラマラスな感じはしないですね。はい、まあスポーツカーって感じですよね。で、ここね、ちょっと他のともう比べちゃいましょうね。今ね思ったのがね、ホイールがね、なんか、せっかくね、これがね、フェラーリホイールって言われる一番あれですね、なんかあのスター型っていうか星型っていうかね、これちょっとこう色分けがしっかりされてないんで、ちょっとここが残念な感じですね、ホイールがね。あとはこれがDのがちょっとちっちゃいぐらいで、長さがね、長さ、ホイールベースが長くないですね。あとの2つがだいたい同じぐらいなのかな。ね、ちょっと残念な感じかな。Dのがやっぱりね、こうやって上から見てもね、こうグラマラスな感じがすごい分かりますよね。どうなんだろうね。けどね、今ここで気がついたのが、なんかね、デカロシートっていうか真っ赤なシートがね再現されてますよ。ほら、中はコクピットとか黒いのにシートがねちゃんと赤なんですよ。これはいい感じですね。で、横はねフェラーリのマークとかフェラーリのことがちゃんと、印刷されてるし、ここのね間のこう黒い墨入れもしっかりしてますね。はい、で前行きましょうか。前もねかっこいいですね。ちゃんと黒いところは黒いところでね、フェラーリのマークがしっかり見えますし、これはなかなかいい再現率な感じなんじゃないんですかね。まあここから見るとね、シートも赤いのが見えますし、いいですね。でこっち側のエコ、まあこっち側のエコとこう反対側はまあ変わらないですね。で、で後ろもねしっかり表現されてるんで、なかなかかっこいいんじゃないですか。はい、こうね、真後ろですね、後ろの正面でございますね。ちゃんとここ銀とオレンジ
赤、すごいしっかり色分けがされてますよね。すごいなこれは、うん、上のこの部分にフェラーリっていうのが入ってますね。でここで開けてみましょうかね。ちょっとよいしょ、開きました。おー、いい感じですね。ねえ、エンジンルームがちゃんと色分けされてますもんね、これ。あ、すごいすごい、かっこいいですね。もう今初めてこう開けてねこれ見たんですけどね、このギミックは素敵ですね。いいですね。そう思いません？いや、これはいいですよ。横から見たらこんな感じ。ねえ、こっち側から見たらどんな感じ？まあ、こっち側から見てもそっち側から見ても同じでしょうが。ねえ、いい感じですよ。開けっぱなしで、ね、開けっぱなしで見ていただきましょう。どうですか。いや、これはね、全体的なこのホイールのこの色分けがね、これと同じぐらいしてくれてたら、まあ、100点、200点満点ぐらいなんですけど、ここだけがちょっと残念なところですかね。で、62分の1ということは、前回までが61分の1だったんで、今回の方が本当は車体はもっと大きいということになりますね。F40、F40 でございます。はい。お、これね、今、これ面白いなと思ったのが、普通はね、トミカって両方ともこれ、カシャンカシャンって感じでしょ？これ見て、ここがカシャンって、かしめてるのに対し、ここは三角ドライバーね。へえ、なんでこうやったんのかな。あ、ここはエンジンルームがあるから、エンジンルームをカシャーンとするわけにはいかないから、このドライバーでこれを木ネジでね、ギュッギュッギュッって止めてるんでしょうね。ああ、木ネジで止めてるか、まあ普通にネジ止めするためにとにかくカシャーンではいけないんで、ここでネジ止めしてるんですね、このエンジンルームのプラスチックを。ということになりますかね。おー、これはちょっと発見ですね。でね、タイヤはこれはまあレーシングカーなんで、溝がない、もともと本物も溝がないものを使ってるのかな。けど他のトミカっていうか、このあと D のと、あ、D のもなんもないか。D のもつるんつるんだな。これは、けどホイールがかっこいいんですよね、この。これはね、再現率がいいんですよね。ここのホイールの形状もしっかりしてるし、ここ、こう、わざとね、溝も掘ってあるんですよね、見えるところにはね。だから、ホイールとしてはね、これはかなりよくできてますね。まあね、ここも、こいつはね、前も見てもらいましたけど。こうよいしょっとするとね、ライトがこうやって上がりますね。ギミックもこれもありますからね。これも持っといて損はないと思いますよ、トミカマニアの方は。はい、ということでね、今回は、こちらはね、エンジンルームがやっぱ売りですね。エンジンがね、かっちょいい。本物がここか透明かというのがちょっと疑問が残りますけど、ミニカーとして見た時にあまりにもかっこいいです。はい、まあ、皆さんもぜひね、コレクションの中に加えていただけたらいいんじゃないでしょうかと思っておる次第でございます。いかがでしょうか？ね、かっこいいですよ。はい。ということで、今回のミニカー動画は、この辺でおしまいでございます。それでは皆様、ごきげんよう。
向こうのチャンネル。